みんなが倒れるからですよ。それをできるのは誰かって言ったら政治家ではないんです。最終的な場面において局面において戦うのは政治家でも、そうじゃない、この国の真のオーナーは総理大臣ではないんです。あんなものは雇われ店長に過ぎない。この国の真のオーナーはこの国に生きる皆さんでございます。選挙の時に 50% 票捨ててますからね。そろそろみんなで本気出して怒りませんか。そして変えていきませんか。そういう意気込みでですね、旗揚げをしたのが令和新選組と申します。この後ですね、皆さんにマイクを回していきながら、あなたの思うところ、関心の高いものを様々、山本に質問をぶつけていただき、コミュニケーションをさせていただければと思います。ただし、たかだか山本太郎ですから答えを持ち合わせてないこともある。その時は許してください。誰か助け舟出してよろしくお願いいたします。ではマイクを回していく、その前に皆さんに一人紹介したいものがいるんです。ご紹介します。令和新選組は山本太郎一人で旗揚げをしましたが、現在8人の国会議員がいると冒頭に、お伝えをいたしました。そのうちの一人です。衆議院議員で体を張って戦っている者がいます。令和新選組の櫛渕万里でございます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。令和新選組共同代表の衆議院議員櫛渕万里です。今日は平日の夕方にもかかわらず、たくさんの皆さんにここにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。本当は昨日の予定だったんですけれども、すごい激しい雨が昼間降ってましたよね。今日の変更ということでお願いをしましたが、それにもかかわらずこんなにもたくさん、山本太郎代表の凱旋、そして櫛渕万里の、この演説会にお越しをいただきまして心から感謝を申し上げます。実は私はご縁をいただきまして、ここ新東京14区、場所は墨田区全域と江戸川区北部となりますが、この地域から次の衆議院選挙に向けて活動をさせていただくことになりました。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。なぜ東京14区か。もともと私は令和新選組に来て、東京22区というところで4年間活動をしていました。今日は、その22区を支えてくれたさったボランティアの仲間たちや地方議員のみんな、そして支持者の皆さんも、駆けつけていただきまして、本当に心から感謝を申し上げます。その力を原点にして今度は新たにここ東京14区で令和新選組の旗を立てる、そして櫛渕万里が新しい政治の結集軸になる、そのことを決意させていただきました。なぜ14区なのか。私の、祖母がですね、実は江戸川区の小岩が実家だったっていうご縁もあるんですけれども、しかしそれだけではありません。この14区を含む東京の東側にあたる東部地域、ここにはリベラル系の衆議院議員が実は一人もいないんですね。維新の議員の方がたった一人いるだけ。こうした地域に、代表からも先ほどご紹介ありました戦う野党の先頭に立つ私櫛渕万里が現職国会議員として令和の旗をここに立てます。そして裏金問題はじめ30年の経済不況で国民の皆さん一人一人を苦しめてきた自民党政治、これを倒すための先頭に立たせていただきたいと思います。ぜひ皆さん力を貸してください。政治の暴走止めなければなりません。岸田政権の暴走、あまりにも皆さんひどすぎませんか。ちょうど総理今アメリカに行ってます。9年ぶりの国賓会合だって言うんですね。そしてちょうど今日は日米首脳会談、明日はアメリカ議会で演説をすると言ってます。すでに CNN やワシントンポストで報道されていますけれども、何を言うのかな、いろいろニュース見てみました。そしたらすでに伝えられているんです。何かというと、戦後の平和憲法から距離を置いて日本の安全保障政策を大きく転換させる国になった、そう宣言すると言われてるんです。皆さんもご存知の通り、昨年から岸田政権は防衛費、
GDP 比 2% に上げる、もう5年間で43兆円ということを決めて、皆さんにですよ、防衛増税を課すということを決めたじゃないですか。それに加えて、人を殺すための戦闘機、この共同開発や武器輸出、これ日本はずっと禁止をしてきたのに、これに道を開く。つまりは、日本の安全保障政策、大きく転換されて、この日本が国家の安全保障のために戦争することもできる国になった。こうした宣言をすると言われています。私はあまりにも許せない。こんな勝手なことを皆さん許しておくことできますか？岸田政権考えてみてくださいよ。あの裏金問題、一つ取ってみてもですね、4人に1人の自民党議員、犯罪者と言われる状況ですよ。自民党が7年にわたって、組織ぐるみで裏金を作って、これ違法行為じゃないですか。なんで1人も逮捕されないんですか？国民はたった1個180円のおにぎり盗んで逮捕されている。みんな確定申告で1円の領収書をものすごい手間暇の中で納税している。なんで500万円以下はもう注意もされないっていう。あまりにもおかしすぎますよね。もう犯罪者がで作る政権と言ってもいい。そんな政権がですよ。もう今支持率も地を這うような支持率であるにもかかわらず、戦後の平和の歩みを全て台無しにして、未来の日本を危険にさらす、そんなことをやる権利なんかまるでないじゃないですか。とてもじゃないけど私は許せない。そしてこんな自民党政権を倒すためには、ここ東京14区で私は先頭に立つ。そして何と言っても皆さんの命を守る、経済を守る、そのうねりを作り出していきたいと決意をさせていただきました。日本を守るとはあなたを守ることから始まります。山本太郎代表が先ほどお話しした通り、まずは経済です。みんなの暮らしを底上げする、使えるお金を増やす、消費税の廃止が最大の景気対策。ぜひ皆さん、私串渕真理に力をください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。令和新選組の衆議院議員串渕真理、皆さんのご地元、ここ新14区ですね、墨田区全域、そして江戸川区一部というところから、チャレンジをするということでございます。ぜひご注目いただきたい。そしてですね、ぜひですね、背中を押していただきたいということでございました。マイクを変わりました。令和